ピアホンはブラックにゴールドなんで、まあ、シルバーの方がちょっと落ち着いた感じがするかもしれないですね。ちなみにピアホンはこんな感じですね。ピアホンのケースと比べるとこんな感じになってます。ロゴの位置とかがね、微妙に違ってます。はい、どうも皆さんこんにちは、ナナモです。今回ご紹介しますのはこちら、アビオットから新しく発売されました完全ワイヤレスイヤホン、アビオット TE の BD21F を今回ご紹介します。以前からですね、何回かご紹介してますアビオットから新しく発売されたフラッグシップ機 TE の BD21F なんですが、通常のモデルと凛としてしぐれのドラムのね、ピエール中野さんが監修したモデル2種類あるんですけども、今回アビオットさんからご提供いただきまして、通常のモデルをご紹介いたします。ピエール中野さん監修のモデルはもう動画にしてるんですけど、中野さん監修ということもあってね、そこまでイヤホンに詳しくない方も見ることを想定して動画を作ったので、ある程度ね、分かりやすく紹介したんですけども、今回のこの動画はですね、完全ワイヤレスイヤホンをある程度分かってる人向けに作るので、まだ見てない方は中野さん監修モデルの動画を見てからこっちを見る方が分かりやすいと思うので、一応下にねリンク貼っておきますので、そちらから見ていただきたいかなと思います。ということですね、 TE の BD21F の特徴を軽くご紹介しますと、世界初のハイブリッドトリプルドライバー搭載の完全ワイヤレスイヤホンということで、完全ワイヤレスイヤホンって、まあ、ワイヤレスのユニットとか、あとバッテリーとかも搭載させないといけないので、どうしてもね筐体が大きくなってしまいがちなんですけども、そこにねドライバーを3つも搭載させて、これだけコンパクトにまとめることができてるのが、アビオットの技術力の高さがわかる部分なんですけども、再生時間はですね7時間、ケース込みで25時間になっていて、まあ、ちょっとアビオットのイヤホンの中では短い方かもしれないんですけども、ドライバー3つ搭載だと当然ね消費電力も大きくなるので、逆に7時間持つっていうのはすごい部分なのかなと思います。チップはですね、クアルコムの QCC3020、 防水性能は IPX5、 対応コーデックは SBC AAC AptX と、完全ワイヤレスイヤホンの中ではなかなかハイレベルなスペックになっています。じゃあ、あとはですね、開封シーンを見ていただきながらご紹介していきます。はい、ということですね、アビオットの TE の BD21F、 今回ブラックをご提供していただきました。パッケージの方はこんな感じで、もうめちゃくちゃ輝いた豪華っていうか、すごい派手なねパッケージになってます。ピエール中野さんモデルの方がこっち、ピエール中野さん監修っていうことで豪華な派手なパッケージにしてるんかなと思ったんですけど、通常版もこんな感じのパッケージになってます。はい、じゃあ開けます。はい、来ました、 BD21F ブラックですね。まずこちらが USB Type-C の充電するときに使うケーブルですね。で、それからこちらが紛失防止用のストラップですね。シリコンストラップになってます。で、これが標準のイヤーピースですね。SML。で、これが S で、今イヤホンについてるのが M で、これが L ですね。ちょっとこう軸がね、楕円形になっているイヤーピースになっています。もう一個ね、イヤーピース付属してきていて、スピンフィットの CP355 というイヤーピースついてきます。SS と S と M ですね。付属してきます。こうやってね、軸がくるくる動くようになってるのが特徴のイヤーピースになってます。それからアビオットのロゴが入ったクリーニングクロスですね。で、これがあれか、アビオットのロゴが入った収納ポーチですね。ピアホンの方はこんな感じで、セミハードケースですね。結構割と丈夫めなケースがついてくるんですけど、通常版はこういう感じの収納用のポーチがついてくるようです。それから製品保証登録カードとユーザーマニュアルですね。結構しっかりと書かれてるんで分かりやすくなってるかなと思います。はい、じゃあイヤホン本体を見ていきましょう。はい、こんな感じになってます。ブラックにシルバーもかっこいいですね。ピアホンはブラックにゴールドなんで、まあ、シルバーの方がちょっと落ち着いた感じがするかもしれないですね。ちなみにピアホンはこんな感じですね。これ両方とも L 側、左側ですけど、ピアホンの方はピエール中野さんのロゴが入った感じになってます。うん、側面のこのラインもピアホンの方はゴールドで、通常版はシルバーになっています。まあ、雰囲気的にはピアホンの方がちょっと高級感ある感じで、シルバーはちょっと落ち着いた感じがやっぱするかもしれないですね。それから充電ケースですね。こんな感じになっています。蓋のところはですね、横にヘアライン加工が入った仕様になっています。で、サイドはですね、シルバーのこういうラインが入ったケースになっています。ピアホンのケースと比べるとこんな感じになっています。ロゴの位置とかがね、微妙に違ってます。で、サイドのラインはですね、ピアホンの方がゴールド、通常版がシルバーになっています。で、ケースにしまうときは、こうやってね、スライドさせて、開けて、カチャッと。結構適当に入れてもね、カチャッとしっかり。はまります。ピアホンの時にちょっと言うの忘れてたんですけど、ここに充電用のインジゲーターついていて、こんな感じで光るようになってます。4つついてるんで分かりやすいかなと思います。で、ペアリングの方はですね、最初は取り出すだけでペアリングモードに入るんですけども、2回目やるときは、2回カチカチっとボタンを押すと、ペアリングモードになります。そうするとここにね、iPhone の場合はこんな感じで出てくるので、押せばペアリング完了ですね。ペアリングの要求出たらペアリングをします。そうするとこんな感じで接続済みになります。
はい、ということですね。先ほどの開封シーンから10日経っています。まずつけてみた感じを見てもらうと、ちょっとアップでね、はい、つけてみた感じはこんな感じになってます。まあピエール中野さんモデルとつけた感じは同じです。ちょっとやっぱまあ出っ張っちゃう感じはあるんですよね。まあ気になる方はいるかなと思いますけども、つけた感じは全然悪くないです。つけ心地は思った以上にいいですね。あと BD21F はエイジングを推奨してまして、一応ね30時間以上はエイジングした方がいいっていうことなので、今回30時間ねしっかりエイジングした上でのレビューになります。いつも通りですね、いいと思った部分とちょっと微妙だなと思ってしまった部分も述べていきたいと思います。まずいいなと思った部分なんですが、デザインのかっこよさ。多分これピエール中野さん監修のモデルでも同じこと言ってると思うんですけど、個人的にねアビオットのデザインがすごく好きで、 BD21F もねシックなブラックの筐体にボタンがシルバーになっていて、まあピエール中野さんのモデルがゴールドなので、ゴールドの方がやっぱ高級感はあるかなと思うんですけど、シルバーの方がまあ落ち着きもあって、それでいてかっこよくてね、女性でも男性でも映える感じにはなっているかなと思います。カラーもですねバイオレットがあるので、まあちょっとピンクっぽい感じですよね。よりね女性にも合いそうなカラーがあるっていうのもいいところかなと思います。あとこのケースの開け方もね、個人的にはアビオットらしいっていうか、ゼロ 01D もねこうやってボタンを押すと自動的に蓋がパカッと勢いよく開く仕組みになっていたり、別に蓋なんか普通に手でこうやって開ければいいだけなんだけども、なんかちょっとこうギミック的なのを入れてくるところがあって、 BD21F なんかもこうやってねスライドさせて開けるタイプってなかなか珍しいと思いますし、本当にね軽く押すだけでこうスーッと開くんですよね。なかなかよくできてるなっていう風に思いますし、感心しますよね。やっぱりこう作り手のこだわりみたいなのを感じる方が、まあ使う側としてもね愛着が湧くなと個人的には思うので、まあ、ガジェットとしての面白さもあるかなと思います。あと紛失防止用のストラップが思ってたよりも便利。正直使う前はまあ使わないだろうなって思ってました。だって完全ワイヤレスイヤホンなのにケーブルつけるってまあないわなって思ったんですけど、実際使ってみると装着もね普通にイヤホンに通すだけで簡単につけられるし、振っても全然ね取れないんですよ。まあ、つけるのめんどくさいってこともないから、まあ、ランニングとか外れる危険性が高い時につけて、まあ、終わったら、ランニングが終わったらまた引っ張って外すだけなので、非常に使いやすくて、利便性が結構高くていいなと思います。割と使う人は結構多いんじゃないかなと思います。あと単純に使い勝手がいいです。省電力で連続7時間再生できますし、クアルコムのね、QCC3020 のチップもあってか、音途切れも比較的少ないですし、IPX5 なので運動時に使用したり、まあ少し雨でね、濡れちゃうぐらいなら全然問題ないですし、基本的に完全ワイヤレスイヤホンにあってほしいなって思うスペックを一通り満たしているので、シーンを問わずにね、気軽に使えるっていうのがいいかなと思います。音質はですね、解像度がかなり高くて、個人的にはピエール中野さん監修のモデルより高く感じるし、ハイブリッドなので情報量も多くて、分離感もあるので細かくねいろんな音が聞けるように感じます。ピエール中野さん監修のモデルと比べると、まあピアホンって呼びますけども、ピアホンと比べると低音がちょっと弱めっていうか、まあピアホンが結構強めだから、むしろ低音はね必要量出てるって感じですね。量感も結構あるんで不足してるっていう感じじゃないです。高音は BA 搭載らしく、キラッとした綺麗な音質ですし、ピアホンと比べるとより際立った感じで、伸びもねよく感じるのでよりくっきりめに感じるんですけど、刺さりもないですし歪むこともないので、高音の質感はかなりいいかなと思います。どうしてもね BA 搭載ってなってくると、こうシャリつく感じの音質になってしまってるイヤホンもあったりするじゃないですか。ピアホンはまだ柔らかめの高音になっているので、まあこんなもんかなと思ったんですけども、通常版の BD21F は結構際立っている感じになってる割に歪みも少ないのが、なかなかチューニングがうまいなというふうに感じました。だから通常版の BD21F の方が、まあ、より明瞭な感じがするかなと思いますし、解像度も少し高いようには感じます。ボーカルも近くに定位しますし、女性ボーカルの方がより表現よく聞けるかなと思います。でまあ定位もしっかりしてるしね、全体的にバランス良くて、情報量が多い割に聞きやすさもしっかりあって、僕個人的には結構理想に近いバランスではありますね。特にいいなって思うのは、僕がよく聞く楽曲だとバンドサウンドにバイオリンが含まれた曲とかよく聞くんですよね。例えばアルカラのキャラバンの夜とか、あとクラブボンのイエットとか、あとまあシグレのね TK さんのソロ曲とか、まあ、ハイブリッドなのでバンドサウンドも迫力があるんだけども、高音もね結構しっかりめに出るので、バイオリンの響きや伸びなんかもピアホンよりね通常版の方がやっぱいいかなと思います。総じてバランス良くて高音の響きや綺麗さを重視するなら通常版の方がいいのかなと思います。まあ、逆に低音が強めで高音は柔らかく、ドラムやねベースの表現も分かりやすいのでロックもいいなと思いますし、でも高音が柔らかめなので比較的アコギやピアノの雰囲気
きもいいのがピアホンって感じですね。まあ僕がどっちが好みなのかっていうのはね、結構気になる方がいると思うんですけど、最初はね、個人的にはやっぱりバランスいい方が好きなので通常版かなと思ったんですけど、じっくり聞き比べるとピアホンの方が好きだし、よく使うし、なんかね、音楽聞いてて楽しいなって思うのはピアホンなんですよね。別に通常版を聞いてて楽しくないなって思うわけじゃ全然ないんですけど、やっぱりその音楽ってメロディーもね大事なんですけど、楽しく聞くのにはリズムも結構重要っていうか、ドラムとベースのうねりとか揺らぎも、まあ、ピアホンの方がしっかり感じられるから、まあ、バンド独特なグルーヴ感っていうのも感じやすいですし、まあ、低音強めで高音が柔らかめだと比較的ね雰囲気もいいですし、温かみがあるっていうか聞き心地もいいので、なんかやっぱピアホンの方がよく聞くんですよね、結局こうやって2つ持ってると。なのでまあなんかこうしっくりくるっていうか、アビオットのね理想のバランスとする通常版もまあ普通に良くて、実際に聞いてみてもまあバイオリンの響きとかもすごくいいなと思うんですけど、やっぱりこうミュージシャンであるピエール中野さんがチューニングすると音楽的に楽しみやすいようなチューニングになるのかなみたいな、なんか妙に納得する部分っていうのはありますね、僕の中で。続けて微妙だなと思ってしまったところなんですが、特になし。アビオットの PR 担当者にもね、微妙だなと思ったところはちゃんと言うからっていう DM を送っておいて、ちょっとビビらせておいて、特になし。ホワイトノイズがねちょっと大きいかなとも思ったんですけど、他の完全ワイヤレスイヤホンもやっぱりホワイトノイズってあるんですよね。特にまあ iPhone とか Android のスマートフォンで使うと、どうしてもノイズはちょっと大きめになってしまいます。それになんかこうエイジングするとちょっとそのホワイトノイズも小さくなるんですよね。だからエイジングが終わる前だったんで、ちょっとホワイトノイズのことも言おうかなと思ってたんですけど、エイジングがある程度進むとホワイトノイズも小さくなるので、まあ、ちょっとエイジングをねしっかり行うべきなのかなと思います。はい、ということですね。アビオットの T の BD21F のご紹介でした。まあ、スペックも非常に良くて、音質もかなりいいです。で、あと、ピアホンと比べると、ボイスガイドが、常森監視官であるのがピアホンなんですけど、通常版はね、なんかやたらとこう、なんていうか無機質な感じっていうか、てっきりこう D とか G とかみたいに、ちょっとこう可愛い感じのね、アナウンスなのかなと思ったんですけど、これはまあちょっといいかどうかっていうのはちょっと僕もなんとも言えないんですけど、まあ、アビオットのイヤホンの中では、まあ僕が使ってる中ではちょっとこう無機質な感じっていうか、意外な感じですね。あと言い忘れたけど、コスパもすごいいいと思うんですよね。最初、セスっていうね、ラスベガスで行われてる見本市みたいのがあって、その時に初めてまあ情報が解禁されて、400ドルぐらいだったんですよね、確か。だからだいたいまあ4万3000円ぐらいか。だからちょっとまあ高いなと思ったんですけど、まあハイブリッドでトリプルっていうことを考えると、まあこんなもんなのかなって思ったんですよね、確か。で、実際発売されるっていう風に発表されて、価格が税別で1万7500円っていう風に発表されたんですよ。17,500円と思って、4万3000円じゃなかったのかと思って、ちょっとこれなんかの間違いだろうなと思ったぐらいなんですよ。でもそれでも実際に発売された価格見ると、まあ税別で17,500円ですから、大丈夫かアビオットっていうぐらいのレベルで、非常にコスパがいいですよね。なので、まあちょっとね、2万円近くするっていうのは普通に考えたら高いんですけども、スペックとかを考えるともう十分におすすめできるレベルなので、ぜひ購入を検討していただきたいなと思います。あとはピエール中野さん監修のモデルもレビューしてますので、下にね、リンク貼っときますので、そちらの動画もぜひチェックしてみてください。あとこの動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録。あと下にですね、Twitter のリンクも載せておきます。Twitter も DM 開放してますし、まあ、下のコメントでもいいので、なんかもしわからないことがありましたらコメントいただければ、まあ、普通のね、真っ当なコメントだったら、コメントっていうか真っ当な質問だったらちゃんと答えます。あとアビオットを運営しているバリュートレードっていう会社のね、チャンネル、YouTube チャンネルもあるので、そちらのリンクも貼っておきますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ラロモでした。